はい、皆さんこんにちは。今日もボイドトレインやっていきたいと思います。前回ですね、こちらの方ですね、後ろの列車の貨車ですかね、が増えましたので荷物が結構置けるようになりました。今日はまずは素材を集めるパートからですので、リサーチテーブルでこういうやつをいろいろ作っていく場所ですね。これリサーチと作るのが大体同じ製品が必要ですので、これらを作っていきたいと思います。なんかジュースみたいなの必要って言ってるな。これですね。これは作れるので作っていきましょう。これは何だなのな。なんか変な薬品ですね。よいしょ。あとはオレンジがあればいいので、少しずつまたアイテムを集めながら進んでいきたいと思います。さあ、そろそろ敵とかも変わってくるのかな?まだ弱い敵だけなので助かってますが、強い敵が来たらこんな銃では結構厳しいですね。あ、食べ物もちょっとなくなってきたので心配です。素材は何が足りないかな?とりあえず鉄ですね、鉄。スクラップ。スクラップメタルが足りませんので、スクラップメタルとこの、木材ですね、集めていきたいと思います。よいしょ。はい、オレンジがよし、手に入ったぞ。さてと、あとはどこだ?この後ろとかにも結構あったりするんですよね。よいしょ。とりあえず追いついて、一回列車に戻ろう。よし。ここでしっかりと、あ、間違えてリロードしちゃった。アイテム取ろうと思ったらリロードしてしまいましたね。さあ、どうだ?他には、特には、ないなあ。あんまり見つかりませんね。あ、あったあった。スクラップメタルありましたので、取ってきましょう。はい、こんな感じで、とりあえず、収集パートは、終わっていきますので、集めれるだけ集めていきたいと思います。はい、キッチンが建てれるようになりましたので、建てていきたいと思います。どっちが前かわかりませんが、ここら辺でいいか、とりあえず。はい、キッチンを建てましたので、どういう使い方ができるか見ていきましょう。燃料は相変わらず入れないといけないんですね。5本入れときましょう。フード1ということで、なんだろうこれ、オレンジ?オーガニックスか。オーガニックがあればいいのと、あと肉ですね。肉があるので、肉を焼きましょう。もう結構お腹がペコペコなので、あ、やばい、減ってますね。どこだ?こっちか。これを3つ作りましょう。さあ、これでなんとか食べ物が確保できるようになりましたね。なかなかこれ食料や水があるので意外と大変ですね、このゲームは。さあ、それではですね、まだ素材パートですので、素材を集めて、次の何言ってんですかね、建物、デポパートまで行きたいと思います。さあ、ゲートの方が見えてきましたので、入っていきたいと思います。加速したら早く着くのかな?もう加速も何もできませんね。さて、なんだ?次はどんなところなんですかね。敵が出てくるのか、それとも、普通になんともないところなのかもわかりません。あと一応ですね、何か、スローリングリングですかね。スローイングリング、投げ縄的なのを10個作るっていうのが何か右上の方で。また、クエスト的な感じで出てますね。さあ、どういう感じでしょうか、ここは。建物的にはいつもと変わりなさそうですが、敵がいるのかな?敵はいなさそうですかね。ということで、ここら辺は多分探索するだけっぽい感じなので、探索していきましょう。はい、アイテムもしっかりゲットして、ここではこれがあるので、もし必要であれば、こちらの方ですね。いろいろ滑車とかも作っていける感じですね。ただ部品が全然ありませんので、アップグレードすらできません。
これトークンがあればスロットマシンがもう回せますね。さあまずは地上の方から探していきましょうか。なんかないかな。なんかでもな、建物の作りはどれも似たような感じですね。先ほど敵が襲ってきたところもまあまあこんな感じでしたから、うん、さほど違いはないのかな。毎回似たような感じですが、こういう箱ですね。箱からのアイテムをしっかり集めておきましょう。中には、前はパトが1個足りなかったんですけど、あったおかげで、滑車ですね。荷台の方を作ることができましたので、それらをしっかりと取っていきたいと思います。さあ、ここにもありますね。よいしょ。あれ、ここ、ない。取ったのか。あと、これは一応、一時保存箱的な感じで入れとくことができます。あ、もういっぱいですね。持てないな。まあ、いらないものはあそこに入れておけば、もうそのまま行ってしまえば、もう大丈夫っぽい感じでは書いてありましたね。さあ、とりあえず荷物をいっぱい持ったので、箱の中には入らないかな。よいしょ。少し金属にしてしまいましょうか。どれだどれだ、これか。これで金属を少し作りたいと思います。3つほど。で、今、研究開発してるやつはグリスが必要なので、本当は油ですね。ファットの方が必要なんですけど、敵も出てきませんし、落ちてもいないので、アンロックできずに困っています。まあ、その間にしっかりと必要な金属ですね。こちらの方をたくさん集めておきたいとは思っています。で、食べ物系も結構必要になってきますので、食べ物もなくならないうちに一応いろいろと準備した方がいいと思います。さて、入るものがないな。これを3つを入れておきましょう。で、レザーが確かこっちにもあったけど、5個までしか持ってないのかな。水を飲んでしまおう。これ10か15回復するんですけど、このドライアイスを溶かしたりして作れますので、これで作っていけばいいと思います。食べ物系もこいつをオーガニック焼けば、ある程度はいけますので、大丈夫ではないでしょうか。さてと、あとちょっとですね、見てきましょう。こっちの下とかは行ったっけな？よいしょ。はい。あ、肉も手に入りましたね。よし。あと、この下とかはどうだろう？これなんだろうな。なんかさっき敵がいっぱいいたところにもありましたが、特に関係ないのかな？さあ、これで、ここはとりあえず終わりでしょうかね。こうやってなんか探索パートと、こういう、ステーションパートっていうんですかね。これを交互に繰り返していくみたいですので、こんな感じで進んでいきます。まあ、最初の方何かなんだかわかりませんでしたが、慣れてくると結構面白いですね。楽しくなってきましたので、今後も、どういう風になるか楽しみです。それでは、ここが終わりましたので、次回はもう進むだけですので、今日はこれで終わりたいと思います。もしよかったら、高評価、低評価、どちらでもいいので押していただけるとありがたいです。それでは、今日はここで終わります。皆様、ありがとうございました。